皆様こんにちは。朝昼見てる方はこんにちは、夜見てる方はこんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。服部剛でございます。そうですね、ポエトリーサロン1月21日になります。今年1年またね、番組の方も前回からスタートしましたけど、より良い1年を見る中で、皆さんがですね、見てる方の心がちょっとでもまた見た方が明るくなるような番組作りをゲストさんと共に作っていきたいと思います。ではですね、前回に続いて2回目のまた、話したいこといろいろあります。ゲスト、ハレー彗星さんです。さあ、どんな登場の仕方をしてくれるんですかね。今回は落ち着いて。あ、落ち着いて。あ、落ち着いたバージョン。前回はちょっと結構チャカチャカしてたんですね。いろんなバージョンのハレー彗星さん、2度おいしい、3度おいしいかもしれないということでですね、前回は手塚治虫先生の裏手塚ワールドの話をしましたけどですね、まあ、とにかくハレー彗星さんは、オープンマイク高田の馬場、ジェットポエットというオープンマイクイベントをやっていらっしゃるということですね。もう1年以上過ぎて、はい、1年何ヶ月か過ぎましたかね、はい、やってみて、そう、どうですかね、感じとしてはね、まずね。やっぱりね、毎月イベントがあると1年経つのが早かったですね、去年はね。前回、これを作った鶴山さんという方が亡くなった後を受けてのジェットポエットの司会進行なんですけど、でも楽しくやらせてもらってますよ。なるほど。やっぱりフォーマットが結構長くやってるからもう出来上がってるので、自分的にはそんな重荷とかではなく、毎月1回飲みに行くぐらいの、飲みに行ってちょっと司会やってよ、やるよみたいな、そういう気持ちでやってます、それがね、一昨年、病気でね、旅立たれましたけど、でもその飲みに行くぐらいな気楽な感じっていうのは、ある意味その鶴山さんの感覚を引き継いでる部分かなっていうね、そこで朗読、詩や朗読や音楽を通してね、いろいろなんていうか語られるというかね、交流できるっていうのは、なんかそういう意味ではいいところを引き継いで、あれだし、まあ僕もベンズカフェは形があったからそこにのっとってやるって部分もありましたしね、そこにプラスアルファもあったけど、まあ、ハレーさん的にはそのジェットポイントはどういう場であってほしいかなっていうのはありますかね。まあ、ちょっと今の話被る部分もね、あるかもしれないけど、やっぱり、まあ、各種もあるし、あと、まあ、ポエトリーディングでも今はね、コロナ禍のあれもあってオンラインで交流するのも盛んになって、それはすごくね、いいことだし、僕も時々参加させてもらってますけど、やっぱりこう生のね、朗読ライブで読む、読むものを聞く、聞いてもらうっていうことを体験するっていう、なんかそういうライブ感をやるのもやっぱりポエトリーディングの醍醐味だから、特に、ね、このイベントは生演奏もつきますんでね、そういうグルーヴ感も感じるのも一期一会だから、そういった部分を体験してもらいながら、そういうポエトリーに携わる人や興味持っている人が交流する場として、そういうサロンとしていう機能できたらなっていうのはやっぱりありますね。あ、なるほど、ジェットポエットもサロン、こちらの番組もポエトリーサロン、そうですね、サロンつながりで互いにじゃ場を耕していきたい感じですけどね、やっぱりオープンマイクやそういう場っていうのは、生っていうのはね、そのリア、今話に出た部分のリアクションとかね、生っていうのはやっぱりそこに人間がいるっていう意味でも、なんかそういうのを何で集まってるのか自分も分かんない時あるけど、でもそういうものに惹かれてる部分っていうのはあるんですかね、やっぱね、そうですね、なるほどなるほど。まあそんなジェットポエットの場を主催してるわけでね、まあその全、なんだ、主催者が鶴山さん、鶴山金也さんだったということで、鶴山さんの思い出話みたいなものをちょっとあるとすれば、どんなあれですかね。鶴山さんは僕がシノボクシングっていうイベントで初めてポエトリーリーディングを始めた時に、同じ大会の予選にいらっしゃったんですよ。それが2007年の神奈川大会の予選なんですけど、
まあ、その時は正直会話もしなかったし、うん、認識してなかったんだけど、うんうん、その2年後ぐらいに自分がポエトリーに会ポエトリー界隈に顔を出し始めた頃に初めてジェットポエットに遊びに行って、うんうん、でその時は鶴山さんも僕のことは認識してなかったと思うんだけど、うん、僕がオープンマイクでそのジェット、シノボクシングの予選で読んだ詩と同じものを読んだんですよ、うん、そしたらそれ聞いて俺をお前知ってるって言われたのがすごい印象的だったですね、うん、つまりその、うん、顔とか名前見ても思い出さなかったけど、うん、読んだ詩聞いて思い出してくれたっていうのは嬉しかったですよね。覚えてたってことですね。覚えてたってことだから。でもそれは良かったです、うん、そこが大事です、うん、そうそうそう、作品の方が覚えてたっていうのはなんか印象的なことですよね、うん、あとズルさん、うん、まあ相性ズルさんですけど、人となりっていうのかね、どんな場面を思い出します？いやだから良くも悪くもフレンドリーで人懐っこい人だったんで、うんうんうん、そういうところが正直ね、うんうん、好きな人もいれば苦手だった人もいたと思うんですよ。あ、距離の詰め方が早いし、だからジェットポイントなんかでもよくオープンマイクとかで、うん、別に今日は参加する気はないっていう人もいるじゃないですか、うん、聞くだけで来たから、うんうん、だからそういう人も断ってるのに、うん、いいからなんか一言でもいいからとか別にそんな、うん、なんか気の合ったことでもいいからみたいなことでちょっと無理やりあげようとするのは内心ねどうかなと思ってたんですよ。そんな、ね、無理することじゃないだろうと思いつつも、まあでもそんだけねやっぱり舞台に上がって読むっていう体験をしてもらいたかったんでしょうね、その気持ちよさ、舞台外から来る、うん、それ逆にそういうのが苦手でジェットポイントから足を遠ざけた人もいなくはないと思うんだけど、良くも悪くもね、なんかそういう、うん、なんか熱い人でしたよ。やっぱりそういう舞台に上がる舞台愛と舞台に上がる人間という現象ってものをすごい見たかった人なんだろうね、うん、そういう意味でね。そうですね。まあそういう意味でズルさんのいいところもね、気楽に来れるいいところも引き継ぎながらハレイさんなりに。僕は無理強いしないですから。僕は無理強いしない。すかさず言ってます、ね、僕はしないで。僕はもうじゃ あっさりしてますから。無理強いしないハレイさんがどんな詩を読むのか、早速いきたいと思います。じゃあ前回に続いて、はい、じゃあね、移動式になっておりますのでね、はい、じゃあちょっとカメラセットしてと、まあ、だいぶ番組見てる皆さんもこの移動式には慣れてくださってると思うんですけどね、はい、ではハレー彗星さん2回目の登場ライブでございます。どんな感じでしょうか。じゃあ始めようと思うんですけど、白馬に乗った王子様っているじゃないですか、いるじゃないですかっていうかそういう概念がね、であれってやっぱ、ま、シュッとしててかっこいいなとは思うんだけど、でも実際問題白馬の王子様がいきなり自分のところにやってきて結婚してくださいって言われてもね、めちゃくちゃ引くと思うんですよね。えって感じになると思うんですよ。だってね、お姫様って絶対めんどくさいじゃないですか。あっちこっち公務連れて行かれたりね、こうろくすっぽ鼻くそもこじれないし、それよりかはね、やっぱりね、こうフラッと居酒屋行ってホッピー片手荷物にとかね、食べたいじゃないですかね。やっぱ好きな時に好きなおならの音色を奏でたいっていうのがやっぱいいよね、そうだよねとか思いながら、しこたま飲んでマツコの番組見て寝落ちする私、尿意で深夜に目を覚ます、電気もつけずに用を足す、用もないから送らない LINE、 無論誰からも来やしない、開けた冷蔵庫の明かり、期限切れのジャムの横に転がる太陽まだ赤い、そのうち腐ってブラックホールになったりして、ダークサイドに落ちないように毎日猫の動画見てる、ハンターハンター連載再開してほしいけど欲しくない、始まっちゃったら終わっちゃう当たり前の話、ドナドナドナ酒臭い始発電車、
このまま海まで行きたい。海ってどんな匂いだっけ。うまく思い出せない。インスタ映えのしようもない、どうしようもない日々に草生える。高輪はゲーッとウェイウェイウォーウォー、時にはやめろよハラスメント。綺麗な風景見たければ新海誠のアニメ見ろ。夏になる前に汗まみれとろけそう全部。 OK Google、 ハヤシライスの作り方教えて。 OK Google、 爆弾の作り方教えて。 OK Google、 夕焼けの裏側を見せて。OK Google、 虹の橋を渡らせて。 OK Google、 みんな消して。 OK Google、 私愛して。 OK Google、 OK Google、 OK 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 OK、 ぐるぐる回る。心も体もすべてのものは永遠じゃない。ぐるぐる回る。キャベツもレタスもパッと見似てる野菜じゃない。数件地下目独展開、メイドの土産は生八つ橋、水平リーベイ僕の船、生足不惑のマーメイド、世界は醜く美しいね、死ねと言ったり、好きだと言ったり、行ったり来たりの朝と夜に、ハローグッバイ、ハローグッバイ、世界を危うくたくましいね、いいねをつけたり炎上したりしたり、顔で舌出す神様、ハローグッバイ、ハローグッバイ。ほとんどの人とは多分一生会わないけど、なるべく風邪とかひかないで元気でやってよね。私も誰かにとっての、いつか誰かにとっての、ピエール滝にとっての意志の卓球のような存在でありたい。あれたらいいな。優しさは忘れがち、生脇に当たったらこの世のすべて呪いたくなるし、こうティッシュが欲しいからわざわざ配ってる人の前を通りかかったのに、なんか自分だけくれなかったり、タイミングがね、ニヤッとしてはくれなかったりすると、あーってなる。でも、100円拾ったらすぐ嬉しくなるし、居酒屋でホッピー片手にもつ煮食べれば、それで割とハッピー。私なんてそんなもん。でもそれが私だもん。カモン、ベイビー、見えない、未来、とかなんとか言っちゃって。まあ、とりあえず今日のところは、そんな感じ。そんな感じ。そんな感じ。イエーイ。ありがとうございます。今年も贅沢なライブが始まっております。ポエトリーサロンでは詩人の背中と詩人のドアップを見せたりするんですけど、あ、ドアップが、あ、逃げていく逃げていく逃げていくあ、どうも、ありがとうございます。いやいや本当にね、まあ本当に、楽しく聞かせてもらいました。本当になんていうか、もう聞いていて、朗読って普通に例えば僕がしらーって読んでたら退屈させることは簡単だと思うんですけど、そうさせないものがさすがにありますね。どうだし、自分では何とも褒めてしまう。いや、さすが自分で自分を称えるわけにはいかないでしょうけどさすが新のボクシングでチャン、ね、全国でチャンピオンになったり、おととしも西東京大会言葉スラムジャパンで優勝したりっていうところがすごい分かる感じですけど、お酒についてはね、チューハイ好きなんですかね。チューハイ出てきますけどね。あ、ホッピー、あ、ホッピーか、あ、そうだ、ホッピーだ俺の中でなんか中華になって、中華って言っちゃったかな。いやいやいや、ホッピーホッピーって言ってた。どっちだったっけ好きなの。テキスト上ホッピー、あ、ホッピーはあれば飲むけど、まあ、でもよく飲むのは、ハイボールとかかな。なるほどね。なんかお酒でなんか失敗談とか、これはって失敗談はある、あるんですかね。そうね、まあ結構30代になったんであんまり無茶な飲み方はしなくなりましたけどね、うん、20代の時はね、僕はあの、しこたま飲んで、それこそしこたま飲んで、家帰るね、途中の電車のね、なぜかね、自分が降りなきゃいけない駅のね、2つか3つぐらい前で降りちゃうっていう謎の癖があって。謎だよそれそれ根拠はないの。ない、ない。その時はでも降りなきゃって思ったんでしょうね、わかんないけど降りた。それで降りて、しばらくふわっと歩いて、歩いてるし、パッと我に帰って、あれ、ここどこだみたいな。ああ、異界ではないけど、どこだかわかんないところを。なんか、結局、タクシーで帰ってくるみたいなね。
そんなことがあったわけですね。確かね、昔はその白ワインラッパ飲みとかしてましたからね、昔は。ああ、なるほどね。いやいやいや、通過してる、なんか温泉街にも行ったって話してましたっけ。いや、さっき喋ったの、僕地元が本厚木って神奈川県なんです。小田急線で新宿から1時間ぐらいのところなんですけど、新年会で、東京に住んだ後ですよ、呼ばれて本厚木で飲んで、で、東京にある自分の家まで帰ろうと思って、終電の2つぐらい前の電車にちゃんと乗って、あ、ちゃんとね、そこまでは良かった。ちゃんと乗って、で、海老名まで行った。あとはもう、もうバッチリですよ。バッチリって言って、今日は大丈夫って寝て、パッて起きたら、鶴巻温泉の中に行った。鶴巻温泉駅っていう、温泉に行けない温泉ね。本厚木よりさらに奥だから、行って、戻って、さらにこう、小田急線で2時間ぐらい寝たっていう、貴重な2時間。ありました。それまた朝すぐ職場に戻っていく。朝っていうか、新宿まではもう終わってて、共同泊まりみたいなのがあったから、なんとかそれに飛び乗って共同の満喫で寝ました。そんな時代もありましたね。ありましたね。今は厳しいですね、その頃の体力ではね。僕もハレーさんも。というわけで最後にこのさっき思い出話に出たお知らせ、はい、これ釣り山金魚さん亡くなったんですけど、ブログに詩が残っていたのを、ジェットポエトのメンバーの有志で、書籍化しました。釣り山金魚詩集西に向かうというのが、今発売中ですので、1000円で売ってまして、ネットショップ、ベースでも買います。そちらは送料もかかってしまうんですけれども、もしよろしければ、ジェットポエットでも、現地で売ってます。その時はもちろん送料はないですから、1000円でお買い上げ、もしご興味あれば、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。こちらね、僕も今日購入することができて、本当大事な、本当にズルさんがね、お旅立たれたのは本当に残念な、もう見れないというのは寂しいですけど、刺繍が残りましたってことでね、動画も残ってますし、そういうわけで今日ズルさんの話もできてありがとうございます。ハレー彗星さん、もう一回次回来て、もう一回来てくれるので、はい、ありがとうございます。また